神奈川県道、東京都道56号目黒町町,町田線は、神奈川県横浜市西役目黒町から、東京都町田市原町田に至る、主要地報道に指定された、と県道である。県道番号表示北山小前歩道橋付近、鶴間橋付近町田市金森2丁目付近旧道となる、京愛区間の入り口南京交差点旧道と、 町田街道との交点横浜市西区の北に位置する目黒町から都県境を越えて町田市の中心街までを南北に結ぶ幹線道路。横浜市西区内の目黒交差点の国道246号より分岐してほぼ都県境を流れる境川に並行するように北西方向へ進み町田市中心街の三塚交差点で主要地方道47号。 八王子町田線と連絡する。町田市、金森市内には町田街道へ抜けるバイパスの支線があり、金森郵便局前交差点で町田街道と接続する。神奈川県では横浜市内で八王子街道と呼ばれる道路の延長で、沿線に東急電園都市線の月見の駅がある。その先の大和市内で国道16号台和バイパスと交差する。 月見の入り口交差点で進路が折れて、通信した先の境川を鶴間橋で渡っていく。目黒交差点月見の入り口交差点間は、旧国道16号。南京交差点付近金森2丁目付近の旧道は、境愛となっている。目黒交差点から、ほどがやバイパス上、河井インターまでの区間は、県道ではなく、横浜市道である。しかし、案内看板上では、 八王子街道として、県道、指道の区別はなく一括りに表示。なお、ほどがやバイパスが、渋滞時、抜け道として、指道と一体となって利用する車両が多いため、交通量は多い。目黒交差点で接続する国道246号が、渋滞すると、その最後尾が、当該道路にもつながり流れが悪くなることがある。橋梁区間内に、 鶴間橋という同盟の橋が2カ所存在し、いずれも境川に架けられているが、2キロメートル以上、離れた全く別の橋である。町田市内においては、神奈川中央交通東山と営業所のバス路線が、ほぼ全線にわたって乗り入れており、町田バスセンターと南町田グランベリーパーク駅を結ぶ路線バスが運行されている。ありがとうございます。